皆さん、こんにちは。ライトフルヨガインストラクターのゆかと申します。今日はヨガの基本的なポーズ、ダウンドッグ、下を向いた犬のポーズを行っていきます。簡単に説明すると、お尻を頂点とした三角形を作っていきます。体全体で三角形を作るポーズです。このポーズは後からも説明しますけれども、背中を大きく伸ばすことを優先していきます。膝裏が辛ければ膝曲げても構いませんし、かかとがつきにくければかかと浮かせても構いません。しっかりと背中を伸ばしてポーズを行ってみましょう。今日も視覚障害者の方に分かりやすいようにゆっくりとした説明で行っていきます。よろしくお願いいたします。それではポーズを行っていきます。四つん這いからポーズを行います。しっかりパーでマットを押さえます。人差し指が正面、胸と同じ位置になるようなパーを作ります。人差し指は正面です。手の幅は肩幅程度、肩の真下に手首です。足幅は腰幅程度、骨盤の下に膝です。足の指は立ててマットに置きましょう。それではかかとの上にお尻を乗せます。手をもう少しだけ前に歩かせて肘を伸ばしていきましょう。両手を伸ばします。目線は手と手の間です。それでは次の吐く息でお尻を斜め上に持ち上げましょう。この時膝がつらい方は膝曲げても構いませんし、かかとがマットにつかない方はかかとも浮かせても構いません。背中を大きく大きく伸ばしましょう。両手は水拭きをするように前に前に伸ばしていきます。吐く息ごとにお尻の穴を斜め上に持ち上げながら呼吸を繰り返していきましょう。目線は足と足の間、呼吸がしづらい場合は手と手の間でも構いません。ご自分が一番心地よく呼吸ができる場所を探していきましょう。頭だけストーンと落ちてませんか？頭の先から尾骨まで一直線です。体が柔らかい方は胸が反ってませんか？胸がマットに近すぎてませんか？頭の先から尾骨まで一直線。ここで5呼吸キープしていきましょう。背中を大きく伸ばして呼吸を繰り返していきます。全身をストレッチしてくれる効果のあるダウンドッグ、下を向いた犬のポーズです。それでは次の吐く息で両膝をマットにつけましょう。足の甲もマットにつけます。かかとの上にお尻を乗せて両手は前に伸ばしましょう。おでこもマットにつけます。チャイルドポーズです。お休みのポーズです。それでは両手は膝の横です。おへそを見ながら背中を丸くしながらゆっくり起き上がりましょう。このポーズをもう一度繰り返しても構いませんし、チャレンジする方はもう一つポーズを行っていきましょう。もう一度四つん這いでポーズを行います。足の指はマットに立てましょう。かかとの上にお尻を乗せます。手は少し前、人差し指が正面になるようなパーを作りましょう。
それでは次の吐く息でお尻を斜め上に持ち上げましょう。膝裏がつらい方は膝曲げても構いません。かかと浮かせても構いません。背中を大きく大きく伸ばして呼吸を繰り返しましょう。お腹を薄くしながら呼吸を繰り返します。目線は足と足の間、もしくは手と手の間、どちらでも結構です。ではここから一つポーズを行っていきます。両手と右足に体重を乗せましょう。それでは次の吸う息で左の足を骨盤の高さまで持ち上げます。足首は90度、足の裏は見えない壁を押すようにしましょう。足先はマット側に向けます。お尻が前に流れてませんか？一番最初に作ったダウンドッグと同じ場所でお尻をキープしていきます。さらに余裕がある方は左の足を天井方向高く持ち上げますが、無理に持ち上げることはありません。骨盤の高さで十分です。それでは次の吐く息で左の足をマットに下ろしましょう。もう一度きれいなダウンドッグ作っていきます。では反対いきましょう。両手と左足に重心体重を乗せて、次の吸う息で左の足を骨盤の高さまで持ち上げます。見えない壁を押すように足の裏全体で押すようなイメージです。足首90度、足先はマット側です。このままでも十分です。余裕がある方は右の足をさらに天井方向高く持ち上げていきましょう。お尻の位置変わってませんか？前に流れてませんか？それでは次の吐く息で右の足をマットに下ろしましょう。次の吐く息で両膝マットにつけて、足の甲もマットにつけます。かかとの上にお尻を乗せましょう。上半身はリラックスです。おでこにマットにおでこをつけてチャイルドポーズで少し呼吸を整えましょう。それでは両手は膝の横です。おへそを見ながらゆっくりロールアップしていきます。今日はヨガの象徴的なポーズ、ダウンドッグ、下を向いた犬のポーズを行いました。辛ければ膝曲げても構いません。かかとを浮かせても構いません。背中を大きく大きく伸ばして、両手はパーでポーズキープしていきましょう。だいたい5呼吸ぐらい大きな呼吸をしてポーズをキープしていきましょう。それでは今日は終わります。ありがとうございました。